Peggy 16. For nearly three decades, the Final Fantasy video game franchise has captivated fans with complex characters and epic worlds to explore. And now, the time has come to explore the real world behind the fantasy. I'm Allie Hillis, the voice of Lightning. This is Inside the Square. This is where the powerful visionaries behind Final Fantasy weave their magic. This is Square Enix.映画とか子供の頃から好きだったので、やはりゲームの世界でもその映像が綺麗だったり、ストーリーがこう、ドラマチックだったりっていう部分で、ロールプレイングゲームっていうふうに非常に惹かれてったってありますね。まあ、その特にファイナルファンタジーは映像とストーリーに特に凝っていましたので、まあそこのやる仕事として就職したという形で、そこからゲーム制作に関わって今に至っているという感じですね。 Hello Lightning, welcome home. ファイナルファンタジーってこうシリーズ、まあ、もう25年やっていて、いろんなこうファイナルファンタジーの中でもいろんなこう幅のある作品があるので、 It's the most successful role-playing game franchise in history with sales of over 100 million games. Since the first game on NES,Final Fantasy has grown to include 15 numbered games across all major gaming platforms. それぐらいこう新しく何か変わっていけるっていうものがファイナルファンタジーの持つ強さだとも思ってます。そこに新しさをどういうふうに混ぜていくかっていうことは常に考えて。Though each game features different characters and different worlds, they're connected by distinct art direction and a visionary approach to storytelling. よく自分の生活の中すべてから影響を受けて活かせたらいいなと思いながら、普通になんか見たものがいいなと思ったら、なんかこう携帯で写真撮って資料にしたりとか、そんな感じです。ゲームに触られたことない人でも普通に映画やテレビを触れた感覚と同じ感覚で、入っていけるところがこうファイナルファンタジーの魅力かなと思います。 I'm not gonna do anything that might cause him to change his mind. Final Fantasy 13 is the first game in franchise history to receive a trilogy. でそこを、壮大な神話をかっちりと作ったので、そこを全部描き切るために、3作品のこうドラマにしたと。Players will now experience the finale of this epic saga. 非常に今回ライトニングリターンズファイナルファンタジー13の出発点はシンプルで、その前2作で、起こってしまった事実で滅びゆく世界、滅びゆく世界のそれぞれ、なんですかね、その世界は今終わろうとしていて、その世界終わりを迎える時にどういう態度の人々が住んでいるかっていうので分かれています。こう表現したいなと思ってるのは、その滅びゆく世界に取り残された人々がどう生きてるかみたいな、この人がすごくもう年を取らずに、まあ、新しい命も生まれず、そのまま500年という月日が経っていまして、じゃあライトニング主人公は何をするかっていうと、滅びゆく世界に生き残った人々の心を救うというか、I'll save you. お客さんのフィードバックをもらって、よりもっとその見るだけじゃなくてプレイに参加したいと、プレイヤーがより積極的に物語に介入して、そこにユーザーがライトニングの分身として降り立って、世界を体験していくという意味がすごくその3作を通して行き着いた結果、大きく、進化した部分だと思っています。というコンセプトでワールドドリブルというような、コンセプトのゲームになっています。 The clock is ticking on this world and I've got things to do before time runs out. ライトニングというキャラクター非常に人気も高いので、まあ、今回タイトルにもありますようにライトニングが復活して活躍してくれるので、まあユーザーにとっては、まあ一番そこがエキサイティングだとは思うんですけど、キャラクターの魅力とキャラクターのこう何ですかね、アクションの魅力っていうのはあると思うんですけども、そこに関しては今回のライトニングリターンズも RPG であるんですけど、1作目2作目とは違って、そのアクションゲームかのように強化されてるのがあるので、それぞれ過去のキャラクターたちも登場して、まあ、それぞれキャラクター性にクローズアップした
イベントというかあのシナリオになってると思うんで、まあ、その辺があの楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけど、なんか今回はあのずっとサポート役 の, あのホープ君がいるんで、その彼との関係とかにちょっと期待したいなと思ってたりしますけど、どうなのかちょっと楽しみです。マリナは非常にこうキュートなキャラクターで、非常に大きな運命を背負ってきて、見た目よりもすごくしっかりしてるキャラクターです、最後どうなるかはちょっとお楽しみにしていただきたいなと思います。やはり最終的には世界というよりもまあ人、まあ、FF シリーズはやっぱりキャラクターをこうキャラクターを主軸にドラマが展開するっていうのを重視しているので、その人をどう救うのか。This is the perfect chance for new players and returning fans to join in on the action. だからすごくあの今回新しくライトニングターズから始める人でも、なんですかね、予備知識なかったとしてもストーリー的にもすんなりと入ります。世界を作ってるリソースは全部一新してるので、すごく新鮮なあの冒険が楽しめると思います。Even in its 13th iteration, Final Fantasy remains on the leading edge of action RPG innovation.